34年間もの長い歳月を経て、ついに無実が証明された男性の物語が、私たちに正義の重要性を再認識させます。ベトナム南部の安山省とロンアン省の人民検察院が、68歳のラムホン・ソン氏に対して公開謝罪を行いました。これは、1990年と1991年に詐欺や資産の不正流用、脱税の容疑で逮捕された事件に関するものです。ソン氏は34年後の間、自身の無実を主張し続けてきました。様々な機関に手紙を送り、真実を訴え続けたのです。その長年の努力が実を結び、ついに正義が勝利したのです。検察側は、ソン氏が被った損失や不利益に対して何も償えないと認めています。しかし、この謝罪式はその一部を和らげる目的で行われました。両省の検察機関は自らの過ちに責任を持ち、これを教訓とすると表明しました。孫氏は検察機関の謝罪を受け入れ、法律への信頼を表明しました。そして安山省と龍安省の人民検察院に対し、それぞれ約3億1000万ドンと2億7000万ドンの賠償を請求しています。これは合計で約22万7000ドルに相当します。この事件は、司法制度の重要性と誤りを認めて是正する勇気の大切さを私たちに教えてくれます。34年という長い年月は取り戻せませんが、真実が明らかになり、正義が実現したことは、社会全体にとって大きな意義があるでしょう。